今日は岡本商店街にあります気仙沼のアンテナショップ気仙沼マタダインにやってきました。それでは早速中に入ってみます。お邪魔します。ああ、大漁旗がドーンと飾ってありますね。商品もいっぱい並んでます。フカヒレスープ、さすが気仙沼ですね。海の幸もいっぱいです。そしてこちらの方には被災状況の写真とか、あと工芸品もたくさん並んでいます。こんにちは。この方は気仙沼マタダイン店長の石塚さん。詳しいお話を聞いてみます。営業されてるんですよね。はい、そうなんです。どういう経緯で誕生したんですか？最初は東日本大震災が起こって、こちら の岡本商店街の皆さんが阪神淡路大震災の経験を生かして何かできることはないかということから、皆さんの気持ちが一つになって、で始まったのがこのお店なんですね。東北にはなかなか行けないということで、このお店に来ることによって支援につながればっていう気持ちで来てくださってます、ね、ああそうですか、はい、ところで先月5月に店長をはじめお店に関係する皆さんが気仙沼に行かれたそうですね。はい、そうなんです。どんなところを回ったんですか？はい、私も初めて気仙沼には行かせていただいたんですけども、やっぱりまだまだ被災の跡がたくさん残ってて大変な状況だなっていうのはすごく感じました。ですけども皆さんすごく元気で、前向きにこれから復興していこうっていう姿勢がすごく出ていて、頑張ってらっしゃるなっていうふうに感じました。それでは魅力的な商品をいくつか紹介していただきます。こちらにはカラフルなカバンとかがいっぱい置いてありますね。そうですね。こちらは山内さんという、お店が店で、デザインをされている商品なんですね。気仙沼の例えばサンマですとか、メカジキですとか、そういったものを使って。もしかしてこれはフカヒレですか？そうですね。かわいいですね。かわいいですよね。絆ですとか、もう気仙沼の沼魂という、もう復興をこれから頑張って復興していくぞっていう気持ちを込めて作ってらっしゃるということですね。なるほど。でこのサンマの、この目が青いですよね。でこれは新鮮なサンマは目が青いということで。そうなんだ。その意味を込めて作られたっておっしゃってました。じゃあ気仙沼の方の誇りを込めたカバーということですね。そうですね。こちらは美味しそうなサンマの佃煮ですね。はい、そうですね。こちらはKさんというお店で作られているサンマの佃煮なんですけども、こちらのお店は震災で被災されて、流されてしまったらしいんですけども、新しく工房を作られて、そちらで皆さんでこういう圧力鍋で、手作りされてるサンマなんですね。そうなんですか。はい、どんなお味ですか？そうですね。とってもあったかい感じがして、なんか気仙沼の本当実家っていう感じの味ですね。お袋の味ですか？そうですね。この絵は？この絵もその社長さんが実際ご自分で描かれてるみたいですね。気仙沼への思いがたっぷり溢れてますね。そうですね。三陸のわかめ有名ですよね。はい、そうですね。こちらは村上さんという会社で、わかめを作ってらっしゃるんですけども、工場がやっぱり津波で流されてしまって、今は100メートル離れたところに新しく工場を建てられて、そちらで皆さん頑張ってらっしゃいましたね。じゃあ生産を再開されてるんですね。そうですね。そしてこちらは気仙沼ホルモン。はい、気仙沼では豚のホルモンを食べるんですね。はい、で
こちらは亀山さんというところで、はい、作ってらっしゃるんですけども、気仙沼ではもともと漁師さんが野菜をなかなか取れないということで、はいはい、キャベツの千切りの上にこの気仙沼ホルモンを乗せて、ウスターソースをかけて食べるというところから始まったんですね。それを食べると気仙沼の方みんな元気になるんですか？そうですね。なるほど、はい。私はこの元気臭ラスクっていうのがとても気になったんですけれども、はい、これは斉藤さんというお店で作ってらっしゃるお菓子なんですけども、シュークリームの皮で作られたラスクなんですね、はい、どんな口当たりですか？そうですね、もうカリッとしていて、もうすごく人気ありますね。あ、そうなんだ、はい、神戸の皆さんにも気に入っていただいてますね。ところで気仙沼では仮設の商店街も立ち始めているんですね。はい、そうなんですね。復興マルシェという商店街からそちらの商品も置いているんです。あ、そうなんですか、はい、どんな商品ですか？はい、こういったサンマ南蛮漬け、美味しそうですね、はい、立派なサンマが4本入ってます。はい、そうですね、はい、他にはこういう当たり目ですね。美味しそう、お酒のあてにぴったりですね。そうですね、こんな商品があるんですね。実際に気仙沼で生産者や販売者の方々と会うことでお客様に話すことに変化はあったのでしょうか？やっぱり実際に作ってらっしゃる方にお会いして作ってる思いとか、これからの気仙沼をどうしていきたいかっていう思いをたくさんこちらのお客様にも伝えて、こうやって頑張ってるんだよっていうことをお伝えできたらなって思いましたね。そうですか、はい、ところで石塚店長ご自身も東北のご出身なんですよね。はい、そうですね。どちらの方ですか？私は隣の県の福島県から避難してきてるんですね。震災の後に来られたんですね。はい、そうですね。今こうやってこのお店で働かれていていかがですか？そうですね、やっぱり東北っていうところにこちらに来てからも関われるっていうことは本当にありがたいことですし、幸せなことですね。でこちらの神戸の皆さんにもすごく優しくしていただけるので、本当に私もこれから頑張っていかなくちゃいけないなというふうに思っています。ぜひたくさんのお客様にお越しいただきたいですね。そうですね。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。来週は森林植物園のアジサイの話題をお届けします。お楽しみに。